ヨハンは、ザクセン王国の、第四代国王。ザクセン王大使マクシメリアンの三男で、第三代ザクセン王、フリードリヒアウグスト二世の弟。初代ザクセン王、フリードリヒアウグスト一世、第二代ザクセン王アントンの王全名は、ヨハンネポムクマリア・ヨゼフ・アントン・ザビエ・ヴィンセンツ・アロイス。フランツデポーラスト・ネスロース。ベルンハルト・ポール・フェリックス・ダマスス。 1801年12月12日にドレスデンでザクセン選定校フリードリヒ・クリスティアンのイツオ・マクシメリアンとその最初の妻であったパルマ公フェルディナンドの娘カロリーナの第六子として生まれた。ヨハンは詩や音楽を好み特に母親がイタリアのパルマクゲ出身ということもあってイタリア文学に傾倒した。1821年には兄クレメンスと共に イタリアへ旅行している。また、自ら、フィラレテスの筆名で、ダンテ・アリギエリの、新曲をドイツ語へ翻訳している。1822年11月21日にヨハンは、バイエルン・王マクシミリアン一世の王女アマーリエ、アウグステとドレスデンで結婚した。1830年に、長兄フリードリヒ・アウグストは国王であったおじ、アントンによって摂政に任命され、 1836年にアントンが死去するとフリードリヒ・アウグスト2世として王位についた。フリードリヒ・アウグスト2世にも子供がいなかったためヨハンは王夫と指定となり、1854年に彼が自己死すると王位を継いだ。ザクセン王国は首相のフリードリヒ・フェルディナント・ホンボイストの影響の下、大ドイツ主義をとってオーストリア帝国と接近した。 しかしオーストリア側で参戦した広島戦争でプロイセン王国に敗れるとザクセンも北ドイツ連邦に加盟し1871年のドイツ統一の際にはドイツ皇帝ビルヘルム一世に忠誠を誓っている。ヨハンは1873年10月29日にピルニッツで死去し、王位は長男のアルベルトが継いだ。王妃のアマーリア・ウグステとの間には 以下の三男六条も受けた。ありがとうございます。